アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回はデラックスガシャコンを回そうと思います。ですが、今現在、デラックスガシャコンチケットが、9枚ですね。9枚。なのでね、本日デイリーガシャコンでこの1枚引こうと思ったのですが、出ませんでした。てなわけでね、この貯めていたこの94枚のノーマルのガシャコンチケットを使用して、このデラックスガシャコンチケットを手に入れて、デラックスガシャコンのピックアップで、このゴールドハロチケットを手に入れようと思います。では回していきましょう。案外ね、このノーマルのガシャコンの方でもいいの入っとるので、結構期待はできますよ。それこそ特性上げとかにガンダム、僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。ガンダムも入ってる。すごい。あ、今のは見える。砂通と。いいの入ってるわ、マジで。マジ、これお金になるわ、めっちゃ。外れ出てくれた方がお金になるからいいわ。黄色箱狙おう。マジで、黄色箱狙おう。ちょっとあと何枚 ?60 枚、ちょっと。なんで虹枠出てくるんだよ。これ最近マジでもうガンダムオンラインでガシャコンの運良かったこと一度もありません。これ絶対やられてんだろ、これ運営に。なんかこれ遠隔だろ、これ遠隔やってんだろ、これ絶対遠隔だわ、これ。うわあ、ガンダムは嬉しい。ガンダムは大当たり、銀座でも大当たりなんでね、皆さんもガシャコンチケットノーマルの方でね、ガンダム出た際にはぜひとも作っていただきたいモビルスーツの一機です。ゴミだ。ちょ、あと30連しかないわ。ちょっと1回ぐらい、さすがに100枚近く回すんだから1回ぐらい虹枠来てもよくないか。まあ、G3 ガンダムは嬉しいです。ああ、もう今3つ、ああ、今3つ並んでたとこ行けばよかった。もう完全に逃した。うわ、もう逃した、もう完全に逃した。では、最後回します。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。ごめんだわ。マジごめんだわ。ちょっとガンダムオンラインさん、そういうことね。最後にこう出して、盛り上げようっていう、そういう魂胆。ああ、ごめん。それはちょっと得手の配慮が足りなかったわ。マジごめん。それは謝る。ごめん。ほんまごめんな。ありがとうな。おい。マジ。おい、赤がいっぱい並んで、赤なんやこれ、なんやこれ、これは何をやらされとんだ、これは、これ何やらされとんだ、これ。いけない。止まれ、右手。そうだ、ちょっと外に持っていけ。よしよし
はい、てなわけで今回はデラックスガシャコン、10連回してみました。ご視聴ありがとうございました。